男、奥村茂雄がやってまいりました。さあ、ジュニアの赤鬼、和田氏、藤正信が入場してまいります。シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー230パウンド奥村茂雄、赤コーナー235パウンド藤正信、レフリー和田恭平。うっちー、今ゴングが鳴りました。さて、放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか？これはもう見るしかないんじゃないですかね。そうですか。あっと、エルボー、抱えます、させません、腕をフックします、耐えます、ロックアップ。馬場さん、一言お願いします。これはね、ドロップですよ。チョップであります。掴みます、ストマックを狙ってまいります。キックを打っていきます、ロープに振った、組み合います、ネックブリカードロックで落としてまいります。行くのか。馬場さん、ライバルがライバルを育てるみたいなことはあるんでしょうか？それはそうでしょうね。自分が強くなれば相手も強くなりますからね。当て前として練習しますから。はい、打たせません。フロントからのキック、ちゃんと受け身を取ってます。はい、ですがまずやられることから覚えます。どんな技を振ってもそれに耐えられる練習は毎日やってますからね。そうですよね。本当にレスラーは日々の努力と言いますが、練習をよくしますもんね。そうです。ボディスラムで叩きつけます、抱えます、耐えます、組みに行きます、ロープに飛ばした、抱えます、肘を打ち込んでまいります、逆に振り返した、ドロップキックを放ってまいります、足を取ります、させません、腕を取ります、腕折りに移行してまいります、膝を殺してまいります。行くのか。リング上は万字固めの体勢、ロープに逃れます、掴んだ、打たせません、抱えます、させません、小脇に抱えます。そうは問屋は下ろしませんね。そういうことになりますね。カウント2で返します、足を抱えます、パンチで返します、顔面に突き刺さります、腰を落とします、ハンマーを振り下ろします、行くのか、ヘッドシザースで返します、組み合います、ロープに振って、こうやって倒れることはね、一見弱く見えるんですがね、倒れた方が痛くないんですよ。はい、
受け身を取ってるわけですからね。こういうところが面白いんですよ。ああ、そうなんですか。このあたり切れ味鋭いですよね。あれはものすごい重たいですよ。はい、コーナーに振った。エルボーを入れていきます。行くのか。ネックブリーカードロップ。リング上は首を抜き固めであります。ロープブレイクであります。抱えます。耐えます。抜けてまいります。組みに行きます。ボディスラムです。ロックアップ。フロントのヘッドロックに取ります。パンチを打ち込んでまいります。脇固めに移行してまいります。足を殺してまいります。チキンウィングに固めてまいります。ロープブレイクであります。腰を落とし、あばら折りに持っていきます。強烈なキックです。膝を狙ってまいります。10分経過。天秤蹴りを見舞ってまいります。リング上はエスピエフの体勢です。ロープに逃れます。抱えます。起こしてまいります。打たせません。行くのか。ダブルアームで抜けていった。抑え込んで組み合った。巻き投げで切り返した。丸めていった。耐えました。ガチッと組み合った。そのまま倒していった。馬場さん、これはしんどいですね。一つ一つに重みがありますからね。抱き起こす。一気にスパークするのか。小脇にかかっちゃう。ジャーマンギルのバック。蹴っていった。起こした。ストッピング。エクスプロイダー。いけいけ。エクスプロイダー。雄たけびを上げた。いけるか。ボディスラムで投げつける。放っていくのか。首根っこをつかんだ。エルボーを打ち込む。
組み合った。バックを取ってコブラツイストに持っていった。バックに回った。あと固めていった。3つは入りません。エクスプロイダーの対戦、一気にエクスプロイダー。肉体を躍動させる。引っこ抜きか。ワイルドライバーがぐさっと突き刺さった。耐えました。感極まって目頭濡れまくりの女性ファンが狂気しています。一気に昇天エクスタシー。テクノバックドロップ。湧いてこい俺の力。バックに回った。バックを取って、バックうまく切り返した。どっから来るんですかこの力は。やっぱり意地ですよね。ここでゴングが鳴らされます。その声援に後押しされるかのように入場してまいります。一本勝負を行います。青コーナー260パウンド保坂秀樹。青コーナー250パウンドジョージタインゼイ。レフリー和田恭平。参りました。放送席の解説はジャイアント馬場さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがいかがですか。そうですね、両者いつもと変わりませんけど、今日は2人ともどっか悪いというところがないですからね。良い試合になるんじゃないですかね。逆水平蹴ってまいります。ボディースラムで叩きつけます。逆水平を打っていきます。行くのか。場外に落とします。リング下に降ります。フロントからのキック。ボディースラムで投げてまいります。ロックアップ、逆に振り返した。あっと鉄柵。肩を打ったら強くなるなんて言いますが、レスラーにも同じことは言えるんじゃないんですか。そうですね、それだけのことを毎日やってますからね。はい、全身でぶちかましてまいります。足攻めに転じます。蹴りを見舞ってまいります。ロープに振った。DDTで繰り返します。己の体のみを信じて真正面からぶつかってまいります。この男、そのパワーというものはまさにレスラーの凄みをストレートに表すものであります。さあ、その男が今夜も重戦車のキャタピラを回していくのでありましょうか。
ロープに逃れます。組みに行きます。返してまいります。この辺の技の展開いかがですか。素晴らしい気合いですよ。組み合います。かわずがけで倒します。全体重を落としてまいります。肘を打ち込んでまいります。キックを打っていきます。行くのか。コーナーに振った。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。素晴らしい気合ですよ。させません。外してまいります。ロックアップ。かわず落としです。腕をフックします。フロントからのスープレックスに転じます。肩をつけます。蹴りを見舞ってまいります。組みに行きます。外人選手は意外と脆いところがあるんですよ。何かというとちゃんと受け身が取れないんですね。頭から落ちてしまう。これは受け身の勉強不足としか言いようがないですよね。なるほど。いけるか。場外に落とした。気合を入れた。場外に降りる。抱えた。キック。スペアキック。組み合った。フロントにトライ。フロントからのスープレックス。場外に移行した。場外に降りる。馬場さん、これはしんどいですね。一つ一つに重みがありますからね。ギロチンを落としていった。このまま耐え固め。
ブレンバスター行くのか。ブレンバスターが投げつける。カバーした。岩壁の母の胸に抱かれました。組み合った。ロープに振った。エルボーを打ち込む。タックル。特別試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー235パウンド気合い信風、赤コーナー240パウンド太陽レフリー和田恭平。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さて馬場さん、両雄の表情をご覧になっていただきたいんですけど、いかがでしょう。ああ、表情ってもうね、試合始まってますなんて言えないですね。そうですか。掴みます。腕を殺してまいります。掴んだ。キックを打ってまいります。抱えます。馬場さん、この試合の勝負のポイントあるとすればどこでしょう。ポイントは僕にはまだ分かりませんけどね。この戦いの意気込みは両者から感じられますね。はい、蹴りをぶち込みます。掴んだ。逆に切り返します。
チョップであります。組み合います。ロープに飛ばした。馬場さん、まあレスラーというのはこれだけの試合をしていますので、どこかしら悪いところってあると思うんですが、そのあたりいかがですか？それはみんなが同じことをやっているわけですからね、そんなのは理由になりませんよ。そうですか。フライングメイヤー抱えます。ボディスラムです。自ら提唱しているニューブラッド時代を築きつつあります。この太陽ケア、上り調子の太陽はまさに沈むことなく全日本マットをさんさんと照らしてまいります。逆に振り返した。あっとエルボー、行くのか、ロープに引った。お互いこうやってやることを知ってますから、攻防が面白いんですよね。そうですよね。組に行きます。フライングメイヤーで倒します。ドロップキックを放ってまいります。チョップがうなってまいります。レスリングというのは瞬間に何かが出るというのが一番強いんですよ。ああ、なるほど。マシンガンのようなキック攻撃、腕をフックします。耐えます。外してまいります。キック攻撃を見舞ってまいります。ブレンバスターに取りブレンバスター高速で投げてまいります。ロックアップ、かわず掛けで倒します。コブラクラッチの体勢させません。相手を挑発してまいります。腕をフックします。ノーザンライト、トゥーカウント、まだ足りません。掴んだ、効きましたね。本体になりましたかね。エルボードロップ強烈、足を抱えた、バックに回った、ジャーマンスラペッチ、トゥーカウント、ハッター。今のはご覧になりました？そうですね、君の取りようがないですね。小脇にかかっ抱え上げてハリケーンチャージに持っていった。が決定されました。その姿を今現します。マケラカシドトトボロロロロロ、
強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。特別試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー280パウンドスティーブ・ウィリアムス、260パウンドマイク・ロトンド、赤コーナー350パウンド、アブドラザーブッチャー、400パウンド、ジャイアントキマラダー、レフリー和田恭平、ゴングが打ち鳴らされてまいりました。放送席はジャイアンツ馬場さんです。馬場さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしく。逆に返します。掴んだ、喉元に打ち込んでまいります。地獄突き、掴みます。あっと、強気攻撃、ロックアップ、フライングメイヤー、蹴ってまいります。倒してまいります。スイッチしてまいります。馬場さん、レスラーというのは本当によく練習するんですが、優秀な選手ほどそれを厭わないですよね。それがなかったらね、やっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね。ここでタッチです。キックを打っていきます。フライングメイヤーで倒します。関節を狙ってまいります。逆に投げてまいります。外人選手は意外と脆いところがあるんですよ。何かというと、ちゃんと受け身が取れないんですね。頭から落ちてしまう。これは受け身の勉強不足としか言いようがないですよね。ああ、なるほど。参ります。モンゴリアンカップ、強烈なパワー、抱えます。蹴りを見舞ってまいります。組み合います。ロープに引った、ランニングしてネックブリーカー、タックルで打ちかまします。そのままクロスしてまいります。さあタッチ、
スイッチ。キック、ガチッと組み合った、逆に振り返した、おっとそのまま後ろに投げていった、引き起こす。10分経過、フィナースキック。ブレンバスター行くのか、あっと耐えた、外した、タックルぶちかわし、組み合った、あっと投げていった、3つ入りません、ショルダータックル、なぎ倒し、エルボー強烈、返した返した、返しました、ガジェット組み合った、正面から投げを見舞った、一気に締め上げる、岸壁の母の胸に抱かれました、その声援に後押しされるかのように入場してまいります。デンジャラス系王道獅子だよ、川田俊明がやってまいりました。嵐特別試合シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー300ポンド嵐、赤コーナー240ポンド川田俊明、レフリー和田恭平。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さて放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか。
そうですね、みんな緊張していていい顔してますよ。そうですか、掴みます。チョップを連続で打ち込んでいきます。逆水平を打っていきます。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。高周波数の音が館内に響きます。リング上はストレッチプラムの体勢、蹴りをぶち込みます。あります、鋭いキックです。蹴りを見舞ってまいります。ボディスラムで叩きつけます。ガードします。起こしてまいります。ババさん、レスラーというのは本当によく練習するんですが、優秀な選手ほどそれを厭わないですよね。それがなかったらね、やっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね、ボディスラムです。張ってまいります。抱えます。強烈であります。 DDT、 ドロップキックを放ってまいります。全日本プロレスを体を張って守ってまいりました。この川田、自ら胸を突き出し相手の技を真正面から受ける、そのファイティングスタイルはまさに痛みの伝わるプロレスであります。組み合います。逆に振り返して、回転型のキックです。エビに固めます。エルボー、ロックアップ、ロープに振ってつけてまいります。フロントからのキックさせません。掴んだ、強烈ジャンピングキック、あっとエルボー、腕を回します。腕を回さないと勝っていけばね。そうですね、蹴り上げていく、キック強烈、突き上げるようなドロップキック、ガチッと組み合った、巻き投げで切り返した、小脇に抱えた、アトミックドロップ、いけるか、あと逆に投げていった、すごい顔で打つ、エルボーを入れていく、逆水平、組み合った、コーナーに振った、顔面蹴り上げる、2位を落としていく、組み合った、コーナーに振って、打たせない、リングに戻ります。いけるか、そのまま後ろに落としていった、抱えた、させません。ここが攻め時ですね。腕が弱ってますから、ここで一気にね、はい、ガチッと組み合った、逆に振り返して、あっと逆に蹴っていった、ラリアット、あっと逆に切り返した、問題になりましたね。
腕を回した。リングに戻ります。ピッコルヒカー。